さあ第1クォーターティップオフ、高い跳躍を見せましたトラビスが、ジャンプボールを制しまして左から右に攻めます。島根のポゼッションでスタートしました第1クォーターです。さあ北側には高原富樫がマッチアップ、そしてトラビスです。手渡しでブルックス、さらに北川キックアウトを見せながらここはトラビスへ、杉浦ブルックスへ、そしてトラビス、ここも入ってきてトラビス2人飛ばせて、これが強いですよね。バンドエッグね、コンタクトが好きですからね。昨日は最初 7-0 のランを見せました千葉ですが、今日は最初からついていく島根、トップからの橋本のスリー、これ狙ってるんですよね。さあスターターでのプレーを続けます島根です。橋本、ブルックスには原、ブルックス強いんですね、これがね、ここは強いですね。ここまで3ポイントチームで3分の2、北川アリウープ、トラビス、それが良くないんですよ、22対14って、昨日は、ね、追いついて、ね、非常にいい流れだったので、はい、こういう使い方はしませんでしたけど、ボール、はい、流れだと、いいですね。ここはなんとか食らいついていきたい島根です。ゾーンですね、はい、ウィリアムス、ニカよく決めてきましたね、バスケットカウント、はい、北側にはコーフリッピー、ニカがもう一度いく、ニカのタフに決めてきましたね、はい、北側には西村、後藤ニカへ、あーってニカよく拾って、もう一度オフェンスリバウンドからセカンドチャンス、いいですね、はい、そうだ、アウトサイドですよ、橋本、はい、橋本のスリー来ました。これ大事ですね、ゾーンに変わった瞬間にアウトサイドは大きいですね、今のはね、はい、また10ポイント差に戻りましたが、さあ橋本の2ポイントのジャンパー、これ大きい、橋本のスティール、富樫戻る、橋本レイアップ、スティールからの速攻決まって、これで6点差、山下アリウープ、トラビス強いですね、はい、取り方は良かったですね、インサイドということでね、はい、さあもう一度橋本から、ショットクロック残り5秒、橋本の2ポイントのジャンパー、バックショット、昨日は第3クォーターから爆発しましたブルックス、橋本ショートコーナーからの2ポイント、止まんないですね橋本ね、これで16点ですか、はい、あそこのロールドでオフバランスの後、いや富樫君大丈夫ですかね、足ね、トラビス返しましたが、ちょっと先ほどのスピンムーブのところで富樫が足を痛めました。後藤、そしてショットクロック残り1秒、ブルックス、よく来ましたね、はい、さあなんとか1本ずつ返しておきたい島根ですが、ニカ、うん、なんとか決めました、久々の得点です。なかなかスリーポイントの確率も上がってきません島根です。そして14分の2ですか、ちょっと苦しいアウトサイドからの確率、走っている阿部亮、ここはしっかりと沈めて、阿部、ブルックスのサイズ、ここはブルックス、スリーポストアップ、ダブルチームカムザット、そして阿部ポンプフェイクから2ポイントのジャンパー、バックショット、うまかったですね今のはね、後藤のポンプフェイク、トラビスショットクロックギリギリのところで、トラビス、あーいいですね小坂君ね、バスケットカウント、大宮が準備をしています、藤永もスタンバイをしている千葉です。トラビス、バスケットカウント、これはスティール、カムザト、杉浦、ユーロステップからのレイアップ、杉浦へ、そしてここで試合終了、まあ、くしくも昨日と同じ得点、92得点の千葉ジェッツです。92対70で島根を退けて、昨日に続いてのバックトゥーバック連勝。